ジェミナイのレイカです。ミホです。大阪を中心に活躍してます。ミントは、大阪代表ブランド、ココロと、フォーツオレコーズオリジナルのマドラーっていうブランドをポイントにコーディネートしていました。かわいい私はなんか全部柄物みたいな感じです大阪みたいな、はい、あの大阪のおばちゃんに向けて頑張ってます。あ、すごい綺麗ですね。 ありがとうございます。なんや派手やったらいいみたいな派手なの大好きです。髪の毛は自分でセットしてるんですか？そうです。すごいこんな感じで、はい、ありがとうございます。テーマは気合です。この辺、この辺、あまりストレスなく毎日楽しく過ごすことです。あれちゃん、あのお風呂上がりの何やっけ、濡れたまま、上にクリーム塗って自然乾燥すると拭いたらあかん。拭かずに自然乾燥させるとすごい持ち肌になるっていう、教えてください。どんなんですか、美穂さん。好みですか。あの男らしい人です。じゃあ面白い人です。無難な答えじゃあ足したぐらいが、理想です。はい、なかなかいませんけどね。ですよね。結局なんかいいなと思う人はダメ男やったりするんですよね。そうですよね本当はこれがうまいんですよ。それでなんかやっぱね、コロッときちゃう武器を持ってる。で、コロッとされたことがありますか？あー、あるやろな。あら、あるやろな。教えてください。アコです。あのスクラブが超いいです。5000円ぐらいなんだけど1回でむき卵みたいな。今日はナイトサファリです。かわいいよね。アコちゃんいつもおしゃれ。ありがとうございますそう言われる。あのピアスが揺れてすごいかわいい。今日買いました。あ、今日買ったんですか？これも今日買いました。あ、そうなんですか。あ、今日 おニューな感じで。そうです、おニューな感じで。あ、でサファリだからバッグも。そうですね。でもあんまり入らなそうですよね。まあいつものことですね。髪の毛が赤い。そうです。ねえ、かわいい。ちょっといいじゃないですか。バランス加減が。そう、ね、今度は下ろしたところを見せてください。あ、はい、ぜひぜひ。じゃあまたお願いします。嫌いなタイプ教えてください。嫌いなタイプは草食系ですね。あ、うん、やっぱ男は肉を食わないと。そうですよね。スピナロール今日はピックアップってことで可愛い女の子を見つけたんで。みずきちゃん、はい、バッグでトーマスワイルドっていうブランドのバッグです。このキラキラがポイントです。毎日一応半身浴とをしたりとか、あとは塩とかを入れてこう発汗を良くさせたりとかして、こう汗を流して中体の中の毒素を抜いたりとか。9月10日木曜日よろしくお願いします。スピナロール、みずきちゃんも来月来るでしょ。はい、よろしくお願いします。行きます。教えてください。さなえです。うん、背中です。今日すごいセクシーなんで胸元もちょっと、はい、胸はちょっと自信ないんですけど結構かっこいいですよ。あ、ありがとうございます。じゃあネイルがかわいい。あ、ネイルここだけ折れてやり直したんです。自分でやったんですか？自分でいつもやってますピンク好きですか？あ、好きです。愛香さんも好きですよね。めちゃめちゃ好きです。あのピンク恋愛運アッパーなの。あ、そうですよね。あの できるだけ入れるようにしてます。ワイニーとかレゲダンスは痩せます。ヒップアップとかも。あ、ですね。血筋つきますよ
可愛い顔してそうですよね、ちょっと教えてもらっていいですか。自己中、自己中は嫌い、まあ、自分も自己中なんですけど私もですそうなんですか、まあ、女は女はいいとしてメンズはダメ、ね、ダメですね、女の子のことを考えてあげないとこのチアの水玉のブラトップとあとハイウエストのズボン、ちょっとここだけ空いてるんですけど微妙なバランスで、あ、どうでしょう、背中のリボンが超かわいい、かわいい、ね、かわいい、そうで、あとすごい紫が実は好きなんですけど、あ、そうなんだ、そう、紫の手袋とピアスと、ね、合わせ好き紫、女また力のエリカちゃんも紫好きですよ ね、イメージあるよね、うん、紫のイメージ、あ、今日水玉やし、一人リゾートな人いるけど、エリカちゃんの私ます、あ、ごめん、リゾート対水玉のすごい紫ちょっとこれ貸して顔は、ヒアルロン酸の芳醇やったっけ、あれをお風呂上がりに塗って、ちょっとお風呂上がりちょっと子供がおってバタバタするからそれ一本で、そうで、あとねファンデーションは子供とほっぺたくっつけるからミネラルファンデーってミネラルだけのやつ、あれに乳液混ぜてリキッドファンデにして無害なファンデーション使ってる、そしたら自分の肌にもいいし息子にもひっついても全然大丈夫。息子さんとの生活はどうですか。もうなんかラブラブっていう感じ、うん、なんかスキンシップしててもイチャイチャしてるって感じ、なんか息子やから余計にかもしれへんけど、もうすごい、もうめっちゃ愛してるって感じ、本物の愛が分かった感じですか、うん、そうやな、なんか愛も分かったし結婚して我慢も覚えためっちゃアピールやな理想のタイプのままですか、タイプ、そのタイプ、そう、甘えすぎてちょっと自分頑張らなあかんなと思って頑張ります。旦那さんは応援してくれてたんですか、うん、すごい、そうやね、すごい支えてくれてありがとう。イエー、ビップアイカチャンネル、イエー、ディザレインフォメーション、ワナネンスピンアロール毎月第2木曜日やってる渋谷の2070のクラブでおしゃれな人たちが集まるヤバいダンスホールレゲエ、古い曲から新しい曲まで We play old school, new school, アルレゲディスクラバーズ、みんなもの生命アナライマユナミセビアポロチマルヘイゴールドラゴンミネムシーンのネイケパパリュータユナミセ、というわけで神戸の女性がおしゃれでちょっと大人な感じの女性が好みです。まあ見た目もさることながら物事知ってる女性が大好きです。いろんな声、あら、皆さん渋谷の2070にスピンアロールよろしくお願いします。 See you, bye! To be continued!